動画いきます。久しぶりのミックスメキシコの動画です。5話おりましたがね、ほとんど全部決まってたんですけど、この1話だけね、預かっとったんですけどね、2回目の電話までは、対応、応対があったんですけどね、3回目、一周伸ばしで、3回目は、多分そうだろうと思ってたら、電話出なくなりましたからね、受け取りに来る意思がないと見て、改めてもう販売いたします。ある意味良かったですね。これは一番綺麗なのを残りましたね。お盆に一番大きいのを出した時にね、一緒にもう出したんですけどね、その時は目が開いてなかったやつですよ、これ。だから、あれがお盆だから13時頃だったんですよね。だからちょうど1ヶ月経ったらこんな大きくなりました。手伝ってくれるか。はい。これね、いい色が出てますよ。黄金とね、七色の子ですけどね。まあ、例えば今逃げましたけどね。これまだらになってるでしょう。黄金って普通、まあこれがこうこの辺までね、避難の時は。この辺まで少し出ることが多いんですけど、これグリーンはね、七色の色ですもんね。これはもう山吹色は黄金ですね。この辺もね、このメスのね、黄金とはちょっと色が違ってましたね。混じってまして、いい色になってますね。ちょっと黄色っぽいのが頭がね、これ七色ですよ。真っ赤かが黄金ですからね。ちょうどこういい色になって、こんなに違います。はい、ご飯の中ではこれがね、色が分からなかったんですけど、大きくなるとこれが一番いい色になりましたよ。最近は親がですね、私を当てにして2羽とも餌をね、あんまりやらない回数が減りましたね。そして夜も一緒に寝なくなりました。隣でなんか騒いでるもんで、そっち飛んでいきましたね。鱗がちょっとなんか戻ってきました。夜はね、元の巣箱の方に、ね、こう部屋が違うんですよ。廊下渡っていくんですけどね、そこへ戻ってしまいましたね、親は。夜は。そしてこの子たちは置いてきぼりです。もうそれで大丈夫と踏んでるわけですね。野生のなんかあれ思い出しますね。もうそろそろ子離れ、親離れする時期だと、もう踏んどるようですね、こいつが。で、私が餌やってくれるってことをちゃんとね、理解してるんですよ。だからそれも心配ないっていうふうに、私がだから2回今やってます。それ以上やるって、うちは4回やるんですが、4回もやってしまうと、これ親がやるからね、太りすぎになってしまうんじゃないかと思いましてね、2回にとどめてます。少しは腹が溜まったかね。あとね、親以上になれるかもしれません。このとこ見せてもらおうか。このまだね、だいぶ出てきてますね。
まだ綿毛がいっぱいです。ちょっとやっぱ中型インコのになると、いくらかやっぱね、小さい鳥よりは成長遅いですね。